エアフロリダ90便墜落事故。エアフロリダ90便墜落事故。エアフロリダ90便墜落事故は、1982年1月13日16時1分、東部標準時ごろ、ワシントン国際空港を激しい吹雪の中離陸したエアフロリダ90が、離陸直後に氷結したポトマック側にかかる橋梁に、激突、墜落した航空事故である。 乗員乗客79人のうち74人と、橋梁上の自動車の中にいた4人の、計78人が死亡、客室乗務員1人と乗客4人が救助された。水没を免れた、微翼部分にしがみついた生存者の救助を、多くの人々が見守る映像は日本でも報道された。なお、この事故をきっかけに、エアフロリダは、経営が悪化し、2年後に倒産した。 90便として使用されていた機体は1969年にユナイテッド航空が導入したもので、1980年にエアフロリダへ売却されていた。共用開始から13年目で、機長・副操縦士のボーイング737型機の操縦経験はいずれも3年未満であった。 1982年の1月第2週は、米国東海岸地域を歴史的寒波が襲い、首都ワシントンでも数日にわたって低温が続き、自動車が路上で立ち往生するなど日常生活にも、地障をきたしていた。ワシントン国際空港も1月13日正午の時点で、ようやく滑走路が使用可能となったが、再びいつ閉鎖になるかわからない状態だった。 当該機及び乗員は当日朝にフロリダを出発して13時29分にワシントンに到着し折り返しフロリダ州タンパ経由フォートローダーデール行き90便となったが降雪により滑走路が一時閉鎖となったため出発が遅れていた。中期中に高圧温水と不凍液の混合物の噴射による機体に降り積もった雪の除去が行われた。一般に その混合比率は気温によって変えなければならず、また、除光を目的とする場合とその後の着氷防止を目的とする場合とでも、混合比率が異なる。滑走路が一時的に閉鎖になったことにより、除光作業も中断が発生し、オペレーターが交代したで混乱し、また、混合比率を調整する噴射ノズルも当時の作業状況に適合しないものが使用されていたため、 正しい混合比率に調整されていなかった。ボーディングブリッジから離れようとした際、タグ、牽引車がスリップして動けなかったため、乗員はエンジンを逆噴射して、パワーバックで交代しようとした。しかし、30から90秒間にわたり逆噴射を行ったが、機体は動かず、また、地上業務を代行していたアメリカン航空の規定では、 交代時に逆噴射を行うことが禁止されていることをタグのオペータから告げられ逆噴射の続行を断言タグをタイヤチェーン付きのものに取り替えてようやく交代することに成功したしかしこの逆噴射操作は雪や氷水を巻き上げ90便の機体のあちこちに付着させることとなったエンジン始動時のチェックリストに際してアンチアイス 某氷装置の項目を副操縦士が読み上げたが、機長はオフと答えている。副操縦士も何ら疑問を持った様子はなかった。ボーディングブリッジを離れてから、滝と共に一列に並び順番待ちをしている間、乗員は直前期のニューヨークや58便、ダクラス DC-9 との距離を故意に短くして、滝シング行った。前期のエンジンの排気熱により、 着氷を溶かすことができるとの考えであったが、これは間違いだった。機体製造者であるボーイング社のマニュアルによれば、再氷結の危険が高いので低温下では、標準より距離を大きめに取ることとされている。天候条件や時長等から計算された、離陸時に用いるべき水力は EPR、エンジン圧力比2.04であった。スロットルレバーを押し込んだ際、 いつもより EPR ゲージ自身の上昇が早く、レバー操作に対しオーバーシュートしたのが異常の前兆だった。さらに副装重視は離陸滑走を開始した直後から異常を感じ、数度にわたりおかしいと呟いている。規定通りの EPR、この場合2.04にセットした割に加速が悪く、エンジン排気温度や回転数その他のパラメータがいつもとは違っていたためだが、 これに対し機長は、今日は本当に寒い日だや、大丈夫だ。80ノット出ているとしか応じていない。すなわち、気温が低いとエンジンの効率が上がるので、いつもと違っていてもおかしくはないというニュアンスを含んでいた。自己報告書は、機長が実際にそう信じていたものと推定している。加速が悪いため機種上げ操作速度に達するまでに、 通常よりおよそ800メートル余計に滑走を要した後に離陸したが直後に規則が失速速度に近いことを知らせるスティックシェイカーが作動した引いていた操縦管を速度を回復するために少し押し戻すなどの失速解消のための試みがなされたが推力を上げるためのスロットルレバー操作は最後まで行われなかった上昇に必要な速度が得られない状態で次第に 高度が下がっていき、ついには、ポタマック川橋梁をかすめて渋滞中の自動車、数台を巻き込んだ末、氷の張った川もに墜落した。国家運輸安全委員会は直接の原因として、下記の点を指摘した。また、離陸直後にスティックシェーカーが作動した際に、エンジン出力を全開としていたなら、墜落は免れただろうと結論している。事故による機体の損傷が、 あまりにもひどかったため、生存者はいないと思われていたが、割れた氷に6人の生存者がしがみついていた。しかし歴史的な寒波に襲われていた。ワシントン DC では、連邦政府関係者の多くが相対を命じられていた、こともあり、交通渋滞が激化していた。路面の凍結などの状況も加わり、出動した救急車は、ホワイトハウス前の歩道を走行するなどして、 渋滞の迂回に努めたが、到着に20分以上要するなど緊急車両の対応が遅れていた。また、到着したレスキュー隊も凍結した川に対応できる装備を備えていなかったため、満足に救助活動を行える状況ではなかった。事故現場近くには、沿岸警備隊の採氷能力を備えたタグボートの拠点があったが、事故当時は、 ポトマック川下流の別の救助要請に対応していた。くしくも墜落の約30分後にはシントンメトロのスミソニアン駅付近で開業以来初めての脱線事故が発生し、緊急機関の対応能力はさらに圧迫されていた。事故から20分後に国立公園管理警察の救助ヘリコプターが駆けつけた。救助ヘリは最初に男性の乗客に命綱を渡したが、 彼は残骸に引っかかっていたこともあり、勇敢にも二度にわたって、自分の近くにいた女性に譲った。また二度目の救助の際、衰弱し力を失った女性が、命綱から手を離してしまい、氷の上に取り残されたが、見守っていた群衆の中から二名の男性が飛び込んで支え、無事救助された。後日、このうち一人が、アメリカ連邦議会予算委員会職員だったことが判明し、 評判となった。一方、女性に二度も命綱を譲った男性であるが、救助ヘリが三度目に戻ってきた時には、すでに力尽き、水面下に沈み二度と姿を見せなかった。結果的に生存者の救助を映した映像、腕が映っているが生前最後の映像となった。この男性は後に引き上げられ、本件事故での唯一の水死者、他の犠牲者は、衝撃での死亡となった。 命綱を譲った男性は46歳の銀行監査官、アーランド・ウィリアムズ・ジュニアであった。アーランドにはアメリカ政府から救助ヘリの乗員二人と共に自由勲章が授与され、その後、アーランドの偉業を称え事故現場となった橋が、ロシャンボーブリッジ、ジャンバティストド・ロシャンボーにちなんでいったから、アーランド・ D ・ウィリアムズ・ジュニア、メモリアル・ブリッジ、アーランド、 ウィリアムズ・ジュニア記念京と改名された。また、他にも、アーランドを記念して命名された施設がいくつかあり、アーランドの郷里の入りのイ州には2003年に、アーランドの名がついた小学校が新設されたという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。